モンテズマ軍はアメリカ合衆国コロラド州の南西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は25,535人であり、2000年の23,830人から7.2%増加した。軍庁所在地はコルテスであり、同軍で人口最大の都市でもある。軍内のメサベルデ国立公園、古代国立保護区の強国軍、 オーブンウィープ国立保護区では、数多い古代インディアンの遺跡を保存しており、その中には有名な崖をくり抜いた住居跡がある。またユトマウンテンユト族と呼ばれる、ユト族インディアンのウィーミヌチェバンドが住むユトマウンテン、インディアン居留地の大半が入っており、その本部は、とわ奥にある。モンテズマ群は、西暦およそ600年から人類が住んでおり、12世紀には、 現在の人口の4倍に当たる10万人が住んでいたという推計がある。しかし、1200年から1300年の間に起こった様々な出来事のためにほとんど全ての町が放棄されることとなり、1870年代に再開拓が行われるまでは、移動型ユト族とナバホ族インディアンバンドの競合をする地域となっていた。1889年4月にコロラド州議会により、 ラプラタ軍の西部が分離されて、モンテズマ軍が創設された。軍名は、メキシコにあった、アステカの有名な支配者、モクテスマ2世にちなんで名付けられた。メサベルデ国立公園にある遺跡は、アステカ文明時代のものと考えられている。フォーコーナーズ記念碑のコロラド州部分は、モンテズマ軍内にあるメサベルデ国立公園の、住居軍アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は二千三十九点九七平方マイルであり、このうち陸地は二千三十六点六三平方マイル、水域は三点三四平方マイルで、水域率は零点一六パーセントである。軍内には、ポルテス、ドロレス及びマンコスという三つの法人化された自治体があり、他に未編入の町は、トアオク、アリオラ、メサベルデ、レバノン、ストーナー、ウィーバー、 バトルロックなどである。軍内の土地のうち、およそ3分の1はインディアン居留地、3分の1は連邦政府の管理地、残り3分の1が私有地あるいは州都軍の管理地である。標高は約6000フィートから14000フィート以上まで変化し、コロラド高原砂漠から鉱山ツンドラまで地形が多様である。州内で二番目に大きいマカフィーチョスなど多くの、 大型貯水池や数多い民間の湖及び池がある。土地の多くは灌漑を施された農地になっており、果物や豆類を生産するほか、多くの牛や羊が飼われている。アメリカ国道160号線と同491号線が群内を通り、コルテスには市民空港がある。現在鉄道は通っていないが、1890年代にはマンコスとドロレスの町が、 鉄道の町として設立された。モンテズマ軍は、異なる三つの州にある同盟の軍と接することで、国内唯一の軍である。ただし、コロラド州のサンフアン軍とは天のみで接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。